できない。だって今のは特に自己報告っていうかさ、いらなくない報告。私一人の舞台だったんだしさ、別に私がなんでいるの？それによって黙れ。だって私が今言ったことに対して、じゃあヒロ君もう言っちゃってるんだから何が必要だった？いいから黙れよ！そんな！なんで？お前いいから自己報告だろ？え、だって今のはなんでじゃあ自己報告だったのがそんなにいけないの？じゃあいけないと思うんだったら俺イライラさせんだよ、さっきから。違うじゃん、今のはじゃあなんでいけないのか教えて。今のはいけないよ、俺がお前が一人で行くことになったから俺一人でやってんじゃん。それを勝手にだってさ、それだって言うんだったらヒロ君だって勝手に私が戻らないと思ってやったからでしょ。当たり前でしょ。どうして？普通は抜けないもん。え、だって一人だよ。普通は抜けないもん。これがトリオでやってたら抜けるけど。普通は抜けないもん。じゃあ常識を学んでください。だってデュオで一緒にヒロ君とやってるんだから。ああもうイラつけなくそう、本当に。お前言い訳なんかさ、何かっていうと全部言い訳。え、これは言い訳じゃなくない？言い訳だよ。これは言い訳じゃない。じゃあ他のは何なんだよ。じゃあこればっかり、これ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 って言うんだったらよ、他のことは何なんだよ。おい、他のは何なんだよ。じゃあ俺にちゃんと明確な答えちゃんと言ってんのかよ。他のこと、他のこと明確にちゃんと言ってんのかよ。自分の答えは前に言われたことはちゃんとやれって言われたから、私はさっきのシールドだって前にそれでやったら。動画見ろ動画、うまい人の常識学んでこい言うから前にやって怒られた。だから常識学んでこいよ、常識学んでこいよ、常識学んでこいよ、常識学んでこいよ。お前はシールド逆にしてやってたんだよ。いつ？まあいつ知らねえ、ずっと昔だろ。おめえでやってんだ、ずっと昔だろ。これおめえは言い訳ぶっこけないよ。少しや反省とかよ、もうそうだしよ、少しや常識学べや。マジでイラつくな。一つのことをお前は言い返せることばっかり捉えるんだよ、いつも。じゃあ俺の答えてることに全部答えろよ。さっきもそうだけどよ。なあ、俺がじゃあさっきお前がお風呂入る前に言ったこと全部きれいに答えてみろよ。なあ。言ってたじゃん。答えてねえだろうがよ。全部言ってたじゃん。答えてねえだろうがよ。じゃあどれ答えてないの？